ライブライフをご覧の皆様、こんにちは。落語家の桂吉坊でございます。どうぞよろしくお願いいたします。これもあかんというわけでございまして、上半分ほったらかにしまして、残りを何だと持ちますというと、これついがわりし逃げ出しよった。いや、どっこいさ、あのさ。歌舞伎屋の文楽といった古典芸能に精通し、芝居話を得意とする話家、桂吉坊さん。17歳で桂吉兆さんに入門、人間国宝桂米朝さんの下で内弟子修行を積み、2003年に内弟子を卒業。以降古典落語を中心に舞台を重ね、今年で25周年を迎えます。今回その25周年という節目に、幻の大作三都有権伝に挑みます。だからその分からないことっていうのを楽しむというのも一つ、はあすごいなこの師匠って思った舞台はやっぱいくつかありますね。17歳で入門されて、25年というも長い時間経たれてますが、ちょっと振り返ってみてっていうと、はい、そうですね、25年、まあただね、本当に区切りだということもあって、はい、そうやっておめでとうございますって言っていただくんですけど、感触的には全然めでたくないと言いますか、別に25年だからすごく何かが起こったということはないって言ったらおかしいんですけど、でもまあ25年やらせていただいているということはすごくありがたい、まあそれに対しておめでとうございますって言っていただけることも、落語家として認識してもらっているという意味では嬉しいですよね。ずっといろいろ数々講座をやられて、どうですか、こう印象残ってんなみたいな講座ってあったりしますか。はい、初舞台ですかね。その印象残ってるっていうのは、もうあのセリフを忘れて黙ってたっていう大事件を起こしましたので、僕らがセリフ忘れる時って急にパッて真っ白になる場合もあるんですけど、そうじゃなくて向こうに崖が見えてるみたいな、どう考えてもおかしい、あるはずの道がないみたいなことなんですよ。怖いですね。このまま行くと真っ白になるというね、えおかしい、あれないないないと思って、まあとうとう崖っぷちまで来てしまいまして、はぁ分かれへんわと思って、もうしゃあない、思い出すまで待とうと思ってでもそういうことは一切言わないわけですよ。だからお客さんからしても舞台袖からしても突然プツンって止まるわけですね。もう完全にもう何も喋らなくなったと。はい、ずっと黙ってて、でもそれが実際には何分やったのか、それとも何十秒やったのか、ちょっとねそれは全然自分の記憶がないですけど、とにかく思い出して、とりあえず思い出したところから喋り始めたんですね。それも何の前触れもなく、はい、いたので、その時にお客さんがおーっていうのは覚えてます。でうちの師匠はもう舞台降りてから帰り道も一緒でしたけど、一言も喋ってくれなくて、1年ぐらい経ってからむちゃくちゃ怒られましたまあ印象残ってる舞台っていうと、まあ初舞台がそうですね。あとはこれは自分じゃなくて、やっぱり師匠とか大師匠の舞台で、はあすごいなこの師匠って思った舞台はやっぱいくつかありますね。あ、なるほど。はい、米朝師匠やと僕は内弟子、あの住み込みの修行をさせていただいてた3年間の間に、京都の南座で独演会が、はい、でその時にラクダをされるんですよ。ラクダっていうネタ自体は米朝師匠はよくされてましたし、他の一門会独演会でもかけてらっしゃったんで、当然内弟子ですから何回も聞いてる。で舞台版で、まあ、あの舞台袖でこう聞かせていただいてて、た時のラクダが何ちゅうんでしょうね、特別何か技術的にすごい技が生まれたとかですね、違うセリフだったとかいうことはない、はい、でもその1000人のお客さんと米朝師匠とのこのラクダという空間がまあ面白くてですね、この話こんなおもろかったんやと思う部分とですね、あれこんなすごい人の家に住まわしてもうてんのみたいな舞台袖で感じたのははっきり覚えてますね。皆さんおっしゃることあるんですけど、そのこの日のこの日が良かったっていう、はいはい、例えばなんか言語化するってなかなか皆さん難しい感じなんですね。そうですね、そこはねやっぱあの場にいて、そうだから逆にあれが映像になって、うん、放送もされたと思うんです。ただ僕は映像を見ながらあの時の記憶も一緒に混ぜてるので、はいはい、やっぱり面白いとか思って見てますけど、テレビで初めてご覧になった方はそこまで思われたかどうかは、面白いっていうのは共通してるけれども、はい、その高揚感みたいなものは違うのかもしれないですね。落語というものそのものがやっぱりそういう目の前のお客さんを楽しませるためにやっていることがたくさんあるんやと思うんですね。あ、この人の話を聞きたいと思わせる何かがある、だから足も運んでくれるし、もう一回行こうってなるし、同じネタでもいいですって言ってくださる、これは本当にありがたいことやなと思いますね。
まあ、いわゆるその古典芸能の魅力っていうものを聞かれたら、はい、どういうとこっていうのを考えますか？そうですね、身構えるもんじゃないですよとかね、見てそのまま感じたことでいいですよとか言いますけど、僕はそんな親切な芸能ではないと思ってます。なるほど、はいはい、あの古典芸能の大半は、はい、やっぱり初めて 見る例えば何でしょうね、映画一本見に行こうかみたいな調子で雅楽の会とか行ったらえらい目に遭いますからいやそうやと思う。それはやっぱおすすめはしないです、はい、おすすめするにはこういうものを知ってると面白いですよとか、うん、何かしらも前段階があった方がいいと思うし、うんうん、逆にちょっと知ってるとすごく面白くなるっていうことが多いです。で、僕はその敷居の高さはあった方が楽しい。敷居っていうのは高いとすごく行きにくいように思いますけれど、うん、このね敷居のねこうあ見えたっていう瞬間ですね。これがすごく楽しいです。もしくはそれを乗り越えた時の楽しさというのは、実際に見て興味が湧いてっていう、だから興味が湧くまではやっぱり僕ら演者側は何かしらご案内ができればした方が僕はいいと思うんですけれど、じゃあもう本当全く知識もなく一回見に来てよではない、諦めずに何回も見てくれる人が何パーセントいるかですよね、はい、例えばYouTube で見れないだろうかとか、うんうんね、それこそそういう風になってますから、はい、現実問題として難しいのではなかなか、うん、もちろん見ていただきたいんですよ、はい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 、逆に僕はその例えば雅楽もそうですけど、初めの頃に見た文楽とかなんかは、うんうん、あ落語に出てくる演目の同じなんやとか思って行きましたけど、はい、それでも分かりませんでしたもん、うん、なんかでかい声出してるなとか、どっからこんな声出んねやろとか、もうそういうところからでしたね興味を。だからその分からないことっていうのを楽しむというのも一つ、はい、でそれが分かる楽しさもある。なるほど、っていうことですね。まあ、そんな中今回は三という原点という3日間にわたって、はい、そうですね、25周年記念公演という、はい、まあ25年だからやろうというかそういうのではなく、もうありの、まあ、どっちもありかなっていう感じなんですけれど、はいはい、三という原点という明治時代に3つの話を一つにまとめて三という原点という本ができたんですね。見どころ的なところで言うとどういうところですか？そうですね、三という原点という名前が表している通り剣刀がテーマなんですね、はい、大丸予想ですとその村山さんで、船越十右衛門という物語があります。これもやはり刀が出てくる。籠鶴瓶、これは歌舞伎にもなっている歌舞伎が一番有名なんですけれど、これもやはり、村山さんという刀があったりする。つまりそれぞれ刀の物語なんですけれど、刀が人を斬る、人が切りたくて切ってるんじゃないみたいな場面が出てくるんですね。これは昔の師匠がその大丸騒動される時に、まあ、今も言ったりしますが、人の血を好む刀と血を嫌う刀があると、そういうのがあるんだという言い方をしていて、人間っていうのはその、まあ、例えば刀っていうものは一つの力ですよね。これを持つことによって普段でしたら相手を倒せないかもしれないのが刀一本で倒せるようになるかもしれない、そういう権力の象徴みたいな部分もある。ですのでその権力というものに振り回されて人を傷つけていく場合と、本当に自分自身が強い意志のもと自分の意志で向かっていく中に、その刀というものを相棒として持っている物語、大きく分けるとその2つですね。それがこの3つの物語の中にはあって、はい、でもその弱さみたいなのもあるわけですね。その権力によって振り回されていく弱さもあればですね、必ずしも刀のせいだけでもない、その刀のために身を持ち崩したりとかしていく、そういういろんな人間模様というのがこのそれぞれの物語の中にありますので、まあ、そういうところの違いが3つ3色出せれば一番いいなとは思ってますね。まあ、籠鶴瓶という話なんか歌舞伎ですごく分かりやすくなってますので、どちらかというと歌舞伎とどう違うんだろうというところがおそらく注目されるとは思いますんですけど、もちろんその歌舞伎の中での見せどころ、綺麗な部分といいますかというものも、アリーのなんとかこう落語ならではの部分が出せたらなと思って今作ってるっていうか、まあそうですね、作ってる最中ですね。まあ、とりあえず多分皆さんもどれを見ても長いなって思うと思いますけどたまにそういう長い物語に楽しんでいただければと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもおすすめライブエンターテインメント情報をどんどんご紹介していきます。ぜひコメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。